和紙を使った、アンドンアンドン、アンドンは、照明器具の一つ。ろうそくや油脂を燃料とした炎を光源とする。持ち運ぶもの、室内に置くもの、壁にかけるものなど様々な種類がある。もともとは持ち運ぶものだったため、アンドンの字が当てられ、これを、東に読みして、アンドンとなった。蛍光用は後にちょにとって変わられたため、据え付け型が主流となった。アンドンを開き、 火皿が見える状態アンドンが普及したのは江戸時代である。それ以前は台の上に火皿を乗せただけで風王いのない陶明皿が用いられていた。アンドンは風よけの王いで火皿を覆った構造である。竹、木、金属などで作られた枠に和紙を貼った風よけの王いで四方を囲った空間に油脂を注いだ火皿を置き、木綿やイグサなどの通し身に点火して使用する。 燃料として、ろうそくを使用するものもあったが、当時のろうそくは極めて高価であり、それよりも安価な菜種油など植物油が使用されるのが一般的だった。だが、長屋住まいの庶民には、植物油は高価な品であり、イワシ油など魚油を燃料として用いた。魚油は安価だが、燃やせば煙や悪臭が発生する欠点がある。さらに、 仮想階級では魚油すら購入できず、高熱費を惜しんで、暗くなったら寝るというありさまだった。照明器具とは言っても現在の伝統とは、比較にならないほど暗いもので、60ワット電球の50分の1、10ワット電球の7分の1程度と言われている。明治時代に入ると、石油ランプが普及し始め、菜種油の暗闘は姿を消していったが、地方では使用される例もあった。 富山県の農村部では、明治20年代から30年代まで利用されていたとされる。また、新見南吉の堂は、おじいさんのランプでは、日露戦争の頃の愛知県半田市付近の農村の生活を、夜は明かりなしの家が多かった。少し贅沢な家では、お嫁さんが嫁入り、道具に持ってきた安頓を灯したと描写している。21世紀以降の現在でも、 和風旅館などでインテリアとして見かけるが、防災上、および実用上の観点から、光源はほぼ電球が使用される。電球を使用した桶ンドン工場や生産現場において各所に表示ランプがついていることがあり、これもアンドンと呼ぶ。これは何か異常が発生した際、作業者がスイッチを押すとその現場のランプが点灯し、同時にモニタリングルームの表示板も点灯。 管理責任者が速やかに現場に駆けつけることができるシステムである。様々なタイプがあるが、一例としては、上から順に緑、木、赤のランプが縦に積み重なったものがあり、緑は異常なし、木は責任者を呼ぶ事態発生、赤は責任者要請に加えてラインストップを意味する。夜高ンドンと呼ばれる巨大なアンドン。写真は、隣夜高祭り。 ありがとうございます。